しました。準決勝第2試合、フェイド2の先鋒ベルナが 2P 側の徳光商大附属2の藤島を下したといった状況です。そして、ね、徳光商大附属2のスタートボタンが効かない、押し忘れたかな、押し忘れて、もう少々お待ちください。このよりお間違えて、ここはキャラよりになってしまったと、キャラ選択を見せてしまったと。はい、すぐさま行きましょう。仕切り直しです、仕切り直しです。ここに来てもジャパンが、ジャパンしてしまいました、ね、やはりジャパンは欠かせないですね、欠かせないですね。でも韓国勢の方がジャパンしちゃったんですけど、あ、韓国勢の方がジャパンしてしまったジャパンって言うのがわけがわからなくなりますね、わけわかんなくなりますではよろしくお願いします。はい、仕切り直して、ベルナの方が先鋒、先鋒ベルナでカフェイド2、対する 2P 側は、特別招待枠の2、大将三元、さあレースタート。三元店長のキャラクターの方が両坂崎レオナ、そしてキムカッパン。さあ関西、この両坂崎というキャラが非常に流行ってる印象ではありますが、三元店長も使っております。怒りに満ち溢れた真っ赤な、真っ赤な両坂崎。さあベルナのマチアが細かく削っていく、ぶっ飛ば、つらしていく。さあ三元店長、さあ先にリードを奪っているのは三元店長、分かれジャンプ攻撃がしゃがみに刺さる。あ、このジャンプ攻撃がしゃがむという行為はやはり世界共通なんですね。狙っています。おほっ、いい投げ、さあ相手を逃がさない、さあ妹に、さあ妹に攻めている。お兄ちゃんドライブを弾いていく。さあしっかりドライブケースのいっぱいまでフォローして、ベルナがヒエン、マックスヒエン砲撃、まだ残る、エンビエンビ、やった削りに来た。兄弟対決制したのはベルナのユリ坂崎、そして三元、三家の中堅レオナ。さあゲージはドライブゲージはマックス、レオナのコンボが光るか、それ EX ムーンスラッシャー見えている。 EX 灼熱ビンタに対して V スラッシャーで、 V スラッシャーの迎撃、ダメに走るボルティックランチャー、サイファーとボルティックランチャーの上がる斜め入力でタメが完成している。裏からムーンスラッシャー、さあ中堅戦制者のソンゲ、体力がマックス。さあベルナの大将、先ほどからこのイオリの、このイオリの活躍目覚ましい、ベルナのこのイオリが大将です。画面端で固めている、投げ抜けが通常投げに化ける、これは三元にとって美味しい状況、見えている。さあ立ち回る三元、しゃがんで待っている、ぶっ飛ば、立ち回る三元。さあどうするベルナ、追い詰められた、ジャガーがある闇払いに対して V スラッシャー、
特別招待枠3件見せてくれます。そしてカフェイド2大将出てきたのはラシッド。韓国の2大巨頭マート・ケウフと並んで、ここでラシッド韓国勢の位置踏ん張ることができるか。韓国勢の思い全てこのラシッドが、ラシッドの最後の壁として日本勢に立ち向かう。さあさあラシッドのギャラの方を見ていきましょう。さあ内京アッシュ、そしてキムカッパン、サンゲのキャラクターは変わりません。描写ができるような、キムカファンですね。お互いキムカ大将、あラシッドが上から乗っかってくる。だーっと反撃がうまくいかない。ここで締めてめくってくる。さあしゃがみのこれ空中を、おっと追撃は間に合わないが、アッパーで潰していく。さあどうなる。さあ前方戦残り体力わずかなところでお互いが踏ん張ってここでまだ生きている。あーっとラシッド粘ります。ラシッドが粘る。先ほど大活躍を見せたバンゲのレオナ、そこでドライブを使っていく。ゲージはゼロ。さあ攻めてくる。ここで得意の EX をおぼろ車ですが、バンゲでサンゲしっかりガードしている。ドライブゲージはラシッド側にマックス。おっと当たらない。しゃがみの姿勢が低い。ブーンスラッシャー、ここでさあ飛び込みが刺さってブーンスラッシャーまで。さあ3ゲが取り返してくる。さあ韓国勢を止めることができるか。かかれブーンスラッシャー抜ける。先ほどからこのレオナの勢いが止まらない。ダメ技が漏れてしまう。さあ三ゲ中堅レオナ、ラシッドの中堅アッシュを下して、そして韓国勢最後の壁キムカッパン。やはり韓国勢として過酷な魂、このキムカッパンに全てを、全ての思いを乗せて、サンゲさん天井に、サンゲに立ち向かう。ここでコンボミス、ブスラン爆弾、どうする。おい長いまだある、まだ残るラジータ、まだ残る。さーっと EX グランドセイバー